はい、こんにちは、レトスの小野です。今回は宅建の学校に通った方がいいのかどうかの2回目の動画をお伝えいたします。まあ、今回はもしあなたが、宅建の学校に通った場合に支払う費用、この費用がどこに使われているのかというところをお伝えしようと思います。なぜこれをお伝えしようかと思ったかというと、実際皆様が払われた費用に対してそれに見合ったサービスというものを受けられているのかどうか、これを確認していただきたいから今回この動画を作りました。まず学校ってどんな費用がかかってくるのか、つまり学校を運営する上でどんな費用がかかってくるのかっていうところをお伝えします。大きく分けると 1,2,3,4 つあります。まず人件費ですね。人件費っていうのは、例えば先生、講師の方の給料だったりとか、その教室の事務員さんの給料だったりとか、まあそれらを合わせたものです。で、実際ですね、大手の学校ってなってくると、その教室だけじゃなくて本部もあるんですよ。そうすると受講者さんが払ったお金というものは、その先生と事務員だけじゃなくて本部の人たちの給料、ここにも行ってるわけなんですよね。ただちょっとそこまで考えるとちょっとややこしいので、まあ実際ですね、どれくらいかかっているかっていうと、まあ講師の方、その給料っていくらかっていうのは私わからないけれども、まあ大体ですね、次40万円だと仮定しましょう。で、事務員さん一人当たり、まあ大体15万円、まあパートの方とか、まあそういった方は一人15万円と仮定すると、二人事務員さんがいたら合計すると15万プラス15万で30万円ですね。だから、まあ70万円かかるんだというところです。で、次、家賃です。家賃、これがね、意外と高いんですよ。郊外の田舎に予備校があるかっていうと、まあ大体ないんですよね。大体、宅建の学校っていうのは、駅前のビルに入ってるんです。駅前のビル、家賃が高いんですよ。で、しかも授業をやるってなってくると、それなりの部屋って必要じゃないですか。それなりの広さって必要ですよね。まあそうなってくると、もう少なくとも100万円はかかってきます。まあ、実際はもっと高いと思います。自習室があったりとかするわけなので、もっと高いとは思うんですけども、もう100万円単位でかかってきますよっていうところです。で、続いて、広告宣伝費。もうこれですね、もう莫大です。もう皆様が思っている以上に、これはすごく高いです。もうテレビ CM とかやっちゃった時には、考えられないぐらいの費用かかってくるんですよ。もう1ヶ月あたり1000万円以上です。これは放映するだけで1000万円以上です。これどういうことかというと、例えば15秒ぐらいの CM ありますよね。それをまあ1ヶ月間放映するとなってくると、もう1000万円以上かかってくる。で、さらには制作費用ってあるじゃないですか。制作費用も入れるともっとかかってくるので、もう私たちでは考えられないぐらいの費用かかってきてるんですよ。で、今言ったのはテレビ CM です。最近ではテレビ CM 以外にネット広告っていうのもありますよね。例えば Facebook 広告だったりとか、LINE 広告だったりとか、インスタの広告だったりとか、YouTube の広告だったりとか、あと通常のネットでの広告。まあこれっていうのは検索をすると、例えば宅建とかって検索すると、上に広告のページがいくつか並んでくるんですね。で、ここの上の例えば5つとか、そういったものはお金を払って買ってるんですよ。で、これらも思った以上に高いんですね。で、大手はそれやってきてます。大手さん、いわゆるあなたが知っているような学校っていうものは、そこにお金をかけてるんですよ。なので、その費用もすごく高いです。また、郵送 DM。例えば、ご自宅に届く DM ですね。私もたまに送るんですけども、私が送る DM っていうのは、カラーコピーではなくて、モノクロで送ってるんですね。なので、比較的安いんですよ。でも、大手さんって、しっかりしたもの送るじゃないですか。あれもめちゃめちゃ高いんですね。もう印刷費用だけでもそれなりにかかってくるんですよ。今、印刷と製本代っていうのかな。それだけでもそこそこかかってきます。で、しかも、量を送るじゃないですか。私が送るのは、本当に100名、200名とかにしか送らないんですけども、大手の予備校さんとか通信講座の会社っていうのは、数千人、1万人に送るんですね。そうすると、製本代とその配送料だけでも、まあ大体300円ぐらいかかるんですよ、1通あたり。それを1万人に送るってなってくると、300万円かかるって話なんですね。300円かける1万人なので。なので、これも相当かかってるんですよね。だからこの宣伝広告費用ってめちゃめちゃかかってるっていうのが実態です。で、あとは原価ですね。まあ原価っていうのは、まあテキストの製本費用、印刷費用になってきます。
で、これについては弊社よりも予備校とかの方がこれ安いです。なぜかというと、弊社個別指導の教材っていうのはロットがちっちゃいんですよ。つまりたくさん発注しないんですね。10部単位で発注するんです。で、一方大手の予備校っていうのは1000冊単位とかで発注してくるんですよ。で、そうなってくるとたくさん発注した方のが1冊あたりっていうのかな、1人あたりの教材費ってやっぱ安くなってくるんですね。なので弊社よりも予備校とかの方が教材費は安いと思います。これらがあなたが支払う費用で賄われているという話なんですね。で、その中でも一番大きいのはこのあたりなんですよ。広告宣伝費。これがすごく大きいです。例えばあなたが15万円払いました。予備校に15万円払ったというのであれば、そこの多くがこの広告宣伝費で使われているというところなんですよ。でも考えてみてください。あなたはお金払ったのであれば、その分のサービスってやっぱ受けたいじゃないですか。15万円払ったのであれば、10万円ぐらいはサービスとして提供してほしいって思わないですか？私だったらやっぱ思うんですよね。そんな広告宣伝費に当てないでくれよ。まあ、この家賃は仕方がないのかなと思います。学校であれば、その学校の自習室使うわけなので、まあこれは仕方がないかなと。また人件費、まあこれも先生から教えてもらうわけだから、まあこれも仕方がないかなと。また事務員さん、まあこの人たちも仕方がないかなって思うんですけども、私自身はここですね、広告宣伝費はどうなのって正直思うんですよ。で、しかもこれが今言ったように莫大な金額なんですね。もうこの人件費とか家賃とかとは比べ物にならないくらい多いんですよ。この人件費について一番最初にお伝えした通り、本部の人たちは私たちとは直接関わりないんですよね。まあその人たちの費用も含めると、これ人件費って大きいんですけれども、まあそれでもやっぱりこの広告宣伝費ってすごく大きいんですよ。そうなってくると、なんか自分が払っているお金って何なんだろうって思わないですかね。私自身はやっぱ思っちゃうんですね。なので弊社の個別指導ではもうできるだけここは抑えてます。しかも家賃も相当抑えてます。まあかけているもので言うと、今は LINE ですね。皆様に無料で LINE をお送りさせていただいてます。まあこれはお金かかってます。ただこれっていうのは2万円ちょっとだったかなぐらいなんですよ。あとメルマガをメールでお送りさせていただいております。このメルマガについては1ヶ月あたり、まあ、6000円か7000円ぐらいだったと思います。なのでこの広告宣伝費用って、まあ、ほぼほぼかかってないって言っても過言ではないんですよ。まあ、そんな大手みたいに1000万とかそういった単位で毎月払ってるんじゃなくて、本当にまあ数万円ぐらいしか払ってないんですね。またホームページについても私自身で制作をしているんですよ。で、大手の予備校さんっていうのはその制作部隊がいたりとか外注したりとかしているわけなので、それにも相当お金かけているんですよね。で、弊社はそれはしてません。もう自分自身、私自身がホームページの記事を書いたり、またホームページの編集とかもしております。で、なぜそうするかっていうと、いただいた費用はもうほぼほぼお客さんにやっぱ還元したいんですよね。だから弊社は24時間365日質問を受けれる体制をとっております。お盆だったりとか年末年始であっても質問があったら解説しておりますし、予備校とか通信講座さんだと質問してから返信が返ってくるの2、3日後とか、長い時だと1週間後とかっていうのを聞いたことあるんですけども、まあ、弊社はもうその日のうちに解説させていただきます。またお客さんの計画というものも一人一人私が立てさせていただいて、また1週間に1回勉強できているかどうかの確認のメールもさせていただいております。勉強ができていないというのであれば、じゃあどうやって勉強時間を作っていくのか、まあ、そういったところのアドバイスをしたりとか、また計画表の修正だったりとか、このままだったらもう間に合いませんよ、早い段階でお伝えするようにしております。まあ後々になってもうどうしようもないってなってきたら困るじゃないですか。なのでできるだけ早い段階で、今のまんまだとちょっと遅れてしまうんで、ちょっと勉強時間を増やしましょうかみたいなアドバイスもさせていただいております。また前回の動画でもお伝えしたんですけども、理解学習ですね。この問題についてどうやって理解をすればいいのか、考え方、答えの導き方、こういったものも予備校では教えていないと思うんですけども、弊社の個別指導では教えております。まあ、正直理解学習ができれば、宅建は1回で合格できる資格です。でも多くの方がその理解学習っていうものをやってないんですね。単なる丸暗記で学習しちゃってるんですよ。テキストの内容丸暗記、過去問の解説の内容丸暗記、先生の言ってることを丸暗記。これでは実力って上がってきません。ちゃんと問題文がどういう状況なのか、何を質問されているのか、これを理解した上で、あ、こういった状況だったらこのルール使われるんだな、
みたいな感じで、きちんと問題文の理解、質問内容の理解、解説の理解をしながら勉強を進めていただければと思います。そうすれば、宅建試験1回で合格できますんで、ぜひ実践していただければと思います。で、理解学習がどういったものなのか、この動画の最後に、動画の真ん中ですね、真ん中にリンク貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。弊社レトスの個別指導では、理解学習をあなたに実践していただきます。もし自分自身で理解学習するのが難しい、勉強していても理解できない、そういった方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。